幸福の法、人間を幸福にする4つの原理、大川隆法。第2章、ワンポイントアップの仕事術。4、チーム力を最大化する。自分が認められるための企画は失敗する。ワンポイントアップの仕事術として、4番目にチーム力を最大化するという話をしておきたいと思います。自己実現を求めている人、自己発揮をしたいと思っている人は、人に認められたいという気持ちが非常に強いものです。それ自体は非常に尊いことなのですが、そう思って頑張っているうちに、自分一人だけが生きるという状態になっていることが割にあります。一生懸命に努力しているのに、努力逆転となり、頑張れば頑張るほど周りが迷惑したり困ったりしていることもあるのです。自分は自己鍛錬をして、こんなに努力しているのに、なぜ人から認められないのかと思うことがあるかもしれませんが、その場合には他の人たちへの視点が欠けているのだと思います。自分のことしか考えていないのではないかということです。企画を出す場合でも、自分の評価が上がること、こんな企画を思いつくとは、君は頭が良いと褒められることだけを考えている人は、企画の質もそれほど高くはありません。いろいろな企画を出しても、周囲からうるさがれるだけであることが結構あります。今、会社などでは電子メールが流行っていて、稟議決裁方式よりも直接相手に電子メールを送るということが多くなってきています。社長に対しても平社員が直接に電子メールを送れるわけです。ただどんな意見でも良いと言ってオープンにすると、社長宛に電子メールが500通も入ったりして大変なので、そこには何らかの絞り込みが必要になるでしょう。あるいは社員同士がお昼ご飯をどこへ食べに行くかなどという連絡に業務時間中にメールを使ったりすることもあります。やや乱用気味です。チーム全体のプラスになる方向で考える。自分から発信することだけを考えていると、単に混乱を招くばかりであることもあります。意見を発信する前に、まず相手の立場を考えることが大事です。例えば、この企画を相手が使えるかどうかということを考えれば、企画の内容にもおのずと絞り込みがかかってきます。社長宛に500通の電子メールが入っても、そのうち490通以上は社長の時間を奪うような内容に過ぎないはずです。大切なのは、自分がこれを思いついたということではありません。これを相手が使えるかどうかという点を考えて企画することが大事なのです。自分が認められたい、自分が褒められたいという自己中心の思いで出した企画は外れることが多いのですが、自分が認められるためではなく、このアイデアを使えば自分の上司は成功し出世する、この企画を使えば
あの人は成功するというような思いで出した企画は当たる確率がかなり高くなります。他の人のことをまず考えるというワンクッションが入っている企画は成功することが多いのです。仕事で自分の点数がワンポイント上がると、他の人の点数がみなワンポイント下がるならば、全員のトータルの点数は下がってしまいます。自分の点数を上げることも大事なのですが、それが自分のいる課や部、あるいは会社において、他の人にとってもプラスになる方向で、常に考えておく必要があります。そういう方向で考えず、自分だけの点数を上げるためにのみ努力していたのでは、周りの人たちが嫌がるようになってきます。結局、全体がマイナスになるのならば、その企画はマイナスなのです。また、自己鍛錬も、それによって他の人たちが皆迷惑するのであれば、結局はマイナスになるのです。自分自身を磨いていくことも大事なのですが、それだけではなく、やはり全体の力がアップし、チーム全体が成功することにつながるように考えていくことです。自分自身が出世することだけを考えるのではなく、それが周りの人の成功にもつながっていくような考え方を常に持っておくことが大事です。そういうことをいつも考えていれば、仕事能力は確実にワンポイントアップすることでしょう。